私、どこにいるの？私を、どこに連れて行くの？私は…調律の巫女よ。調律の巫女の末裔よ。誰？調律の巫女って、私のこと？魔王に会うのです。魔王？その人に会って、どうすればいいの？魔王に会い、そして…そして？どうするの？あなたは誰なの？声が聞こえないよ。私は…私は…って…え？ここ、どこ？なんで私、こんなところにいるんだっけ？っていうか、火事？消防車を呼ばなきゃ！圏外？嘘でしょ？どうしよう…ここにいたら焼け死んじゃう！とにかく、少しでも安全なところに移動しなきゃ！それにしても、なんでこんなことになってるのよ。夢ならマジで今すぐ覚めてほしいんだけど。誰か、いませんか？止まれ、娘。よかった、人がいた。いや、あんまり良くはないのか、この場合。でもよかった。おじさん、早く逃げなきゃ。ここはまだ安全っぽいけど、時間の問題だよ。あっちはもう焼け崩れ始めてるの。貴様、光秀の手の者か。光秀さん？知り合いにはそんな名前の人いないけど。それよりどっちが出口か知ってる？一緒に逃げましょう。待て、静かにしろ。え？何？あの人たち、誰かを探してるみたいだったけど。娘よ、お前が光秀の手の者でないのなら、今出ていくのは得策ではない。どうして？さっきの連中に殺されるから。冗談もいい加減にしてよね、おじさん。それよりスマホ持ってたら貸してくれない？私のは電波が入らなくって。救急車？消防車？何でもいいや、とにかく呼ばなきゃ。スマホ？意味がわからん。意味がわからないのはおじさんの方でしょ。おじさんがここにいたいなら勝手にすればいいでしょ。私一人で逃げるけど文句ないよね。俺のせいでこんなことに巻き込まれたかと思えばこそ申し訳ないと思って教えたのだがな。俺は別に構わん。のこのこ出て行って切り殺されてこい。いやいや。え？おじさん、それマジで言ってるの？信長め、どこに隠
のような男たち人質に戻っても通用しないだろう。進化の裏切りで焼き討ちか。あの織田信長も最後はあっけないものだな。何としても見つけ出せ。人のことを鬼だの何だのと好き勝手言ってくれる。まあ事実だよな。じゃああの人たちが探してるのっておじさんなの？そうだ。あ、そういえばおじさんの名前聞いてなかったよね。人に名前を聞くときは自分から名乗るものだ。ま、私は玉織紬。見ての通りただの JK よ。おじさんは。どこだ、どこにいる。織田信長を探せ。家康を殺せば三井寺様から三万里の褒美が出るぞ。これぞ下克上か。聞いての通り俺は織田信長だ。ちょ、おじさん、声が大きいって。見つかったら殺されちゃうんでしょ。増票の数が多くなってきた。少し減らすか。減らすって。娘、邪魔をするなよ。間違ってお前まで殺してしまっても俺は責任を負わぬ。あの、もしかして本物の織田信長？そう言った。天下人のあろう方が諦めの悪いことだ。もう死ぬしかないというのに。できれば生きたまま首を取れ。やけこぎた死体では誰かも分からん。ここって本能寺なの？そうだ。今日って思い出せ。私、そうだ、思い出した。今日って天正10年の6月2日。うん。織田信長、本能寺、6月2日。ちょっと待ってよ。戦国時代？ないない、ありえないって。ねえ信長さん、これってドッキリなんでしょ？じゃなかったら夢よ。そうに違いないわ。落ち着け。お前が何を言ってるのかさっぱりわからん。逆になんで信長さんは落ち着いていられるの？マジで火事だし、あれでしょ、命を狙われてるんでしょ。ジタバタしたところで始まらんだろう。この程度の危機、今までいくらでも切り抜けてきた。いや、今こそジタバタしようよ。マジでヤバいって。信長様。ん？誰だ？よかった、ご無事だったのですね。いいよか。忍びが何のようだ？急ぎ、
信長様にご報告したいことがあって参じました。今忍びって言った？忍びって忍者のことだよね。この衣装もコスプレなの？よくできてるな。めっちゃ可愛いし。こういうのどこで売ってるの？それとも手作り？あなたはどなたですか？どうして信長様と一緒に？あれ？何？私がどうかした？ああ！調律の巫女様！え？調律の巫女？それなんだっけ？最近どこかで聞いたような。間違いありません！調律の巫女様です！ああ！何？どういうこと？いよ、この者が誰か知っているのか？分かるように順を追って説明を。なんだお前たちは。むお。おじさまはちょっとどいていてくださる？私たちそっちの女の子に用事があるの。鋼さん、そのお方は織田信長様ですよ。そんな失礼な。この男が誰だろうが、わらわたちには関係ないのでな。なんだか大変なようだが、そっちの問題はそっちで何とかしろ。小耳さんも、信長様を怒らせるようなことは控えてください。天下武武の織田信長様ですよ。知らん。で、本当にその娘が調律の巫女なのか？はい、間違いありません。お告げで見た通りの姿をしてらっしゃいますから。ふーん、これがな、わらわにはとてもそんな力を持っているようには見えんが。えい、静かにしろ。これでは何が何だかわけがわからん。申し訳ありません。俺に報告があると言ったな。分かるように順を追って説明しろ。私もそれ聞きたい。はい、ですね。いいよちゃん、そこまでよ。事情を説明してる暇はないみたい。え？いかん、いつの間にかすっかり義害に取り囲まれておる。長々と話しすぎたか。義害？何それ？あれを見ろ。何よあれ。魂を失った亡者の慣れの果てだ。聖者を見れば見境なく襲いかかり、命を貪る。光秀の陛下、ついにここまで追ってきたか。信長様、勝手ながら信長様の所蔵から魔を払う力があるという刀をお持ちいたしました。どうぞこれを。それはこの娘にくれてやれ。見れば丸腰のようだ。俺はこの左文字があれば十分だ。わかりました。では調律の巫女様、どうぞこれをお使いください。刀？ってこれ真剣じゃない。使えってこんなものどうしろって言うのよ。死にたくなければ戦うしかあるまい。自分の命は自分で守れ。そんな死ぬって？これはこんなところで死ぬわけにはいかんのだ。戦うのなら俺の後についてこい。行くぞ。ちょっと待ってよ、あんなのと戦うなんて無理だって。危ない、巫女様。そうよ、
だからお願い、今は戦って、後でちゃんと説明するから。迷っている暇はないぞ、腹をくくれ。でも戦えって言われてもどうすればいいかわかんないよ。大丈夫です、これから戦い方をお教えします。それに私たちが巫女様を守りますから安心してください。では参りましょう。行くよ。刀で敵を攻撃してみましょう。と、やば、どうだ。と、やば、ここだ。と、やば、いいわね。その調子だ。どうだ。行き止まりです。先を急ぎましょう。攻撃を与えてゲージを貯めましょう。と、やば。と、やば。と、と、門に結界が張られておる。全ての門番を排除しないと先に進めないみたいね。私たちを切り替えてみましょう。いつでも呼んでちょうだいね。陰陽術を見せてやろう。特大のをお見舞いしてあげます。やばいと、やばかたねさんと、やばごめんと、やばやばと、やばどうだ。茜さん、イオちゃん、よろしく。倒せましたね。このまま進みましょう。しっかり行き、それと、やば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 来賢者人、と、やばと、やばイオちゃん、どうだと、やば行けと、やばやばしびっこりゃと、お耳やばと、やばと、やばと、通れるようになったぞ。このまま進むのだ。信長さん、どこまで先に行っちゃったの。俺の後についてこいだなんて言って、私たち置いてけぼりじゃないの。信長様はいつも先陣を切って戦に飛び込むお方ですから。はあ、夢なら早く覚めてほしい。でもあちこちすりむいたのも普通に痛いし、やっぱり夢じゃないのかな。静かに、あれを見ろ。あの人、これまで相手してきた骸骨の人たちよりずっと強そう。他の祈骸と違って、あそこから動く気配がないな。あれを倒さねば先には進めなさそうだ。はい？いや無理でしょそんなの。お主、調律の巫女なのだろう。あれくらい倒せなくてどうする。またその巫女の話になるの。仮に私がその調律の巫女ってやつだったとしても、無理なものは無理だってば。でもあれを倒さないと奥へは進めないわよ。なるほど、
巫女様からすれば自らの手を煩わせるまでもない相手かもしれませんが、私たちにとっては十分強敵です。あの、私の話聞いてた？それに立ってるだけの人にこっちから切りかかるのもどうかなって。この人倒さなくちゃいけないの？何度も言うが、あれは人ではない。被害といって生きたいという欲望に操られているだけの人形だ。近づかなければ襲ってこないんでしょ？だったら近づくのやめよう。残念だけどその選択肢はないの。だよね、そう言うと思った。これが夢ならほんと早く覚めて。そうは言ってもミコさんなかなか強いじゃない。私はあれ相手に引けを取るとは思わないけど。そう、剣術はちっちゃい頃から仕込まれてたから実はちょっとだけ自信があったりするんだけど。強いのはおそらく奥に控えてるあの一体だけよ。ミコさんを中心に私たち全員で戦えば勝機はあるわ。鋼さんの言う通りです。ミコ様が一緒なら必ず勝てます。天才であるわらわもついていることだしな、大した敵ではあるまい。みんな好き勝手言わないでよね。で、しつこいようだけど本当にやらなきゃダメ？はい。わかった、わかったわよ。やればいいんでしょ？どうせやるんだったら思いっきりやってやるわ。敵が出現したぞ。あなたたちなんてちっとも怖くない。周囲を警戒しましょう。一網打尽にしちゃおう。もう少しで倒せそうです。真剣の扱いにめちゃ慣れてきたかも。まさか戦国時代に来ちゃうなんてね。日頃の修行の成果です。私の力かどうかはともかく、なんとか勝てたみたいね。マジ死ぬかと思ったけど。お疲れ様。もうこの辺りに義害はいないようね。じゃあ事情っていうのを説明してくれるのね。一体何がどうなってこんなことになってるの？俺も聞かせてもらおう。信長さん、どこに行ってたのよ？お前たちが遅いのだ。待ちくたびれたぞ。あのね、信長さん、女の子に対してそういうのってどうかと思うわ。そんなんじゃモテないよ。モテない？女性に好かれないって意味。俺は性質が1人、側室が8人いるが足りんか？だったらお前も側室に迎えてやってもいいぞ。あ、奥さんが9人もいるってこと？信じらんない。断じてお断りよ。そうか、ではこの話は終わりだ。そっちの話を聞こう。報告があると言ったな。何が？はい、実は先日夢の中でお告げがあったんです。本能寺の地下に冥界という場所があって、そこで魔王が蘇ろうとしていると。魔王だと？信長様が
上洛するために本能寺へ向かったのは知っていました。ただの夢とも思ったのですが、それでも万が一のことがあってはと思い、こうして浜の刀を持って馳せ参じたのです。信長様に報告した上で調律の巫女様を探そうと思っていたのですが、まさか一緒にいらっしゃるとは思いませんでした。それでこの者たちは、私と同じお告げを受けた人たちです。ここで出会いました。そうか、同じお告げを、では伊予が見たというお告げもただの夢ではなさそうだ。私もそう思います。それで未来から使わされたのが魔王を倒す力を持つ調律の巫女様です。私たちはお告げで調律の巫女様を助けて魔王を倒せと言われました。え、私？いいよ、ご苦労だった。それだけ聞けば十分だ。俺は行く。信長様、行くってどちらへ？おそらくこの茶番を画策したのは光秀だ。天下を横取りしようにも自分一人の力では俺にかなわぬと悟って魔王を蘇らせ、その力を利用しようというのだ。明智様が？そんな。事実、周囲は光秀の軍勢に囲まれておる。そして本能寺の地下で魔王が蘇ろうとしているだと。光秀以外誰の仕業だというのだ。だとすれば、これは織田家の、いや俺の問題だ。光秀を見つけ出し、俺の手で始末をつけねばならぬ。では私もお供いたします。お前はお告げを受けたんだろう。調律の巫女を助けろ。はい、その通りです。それが正しいと思うのなら、お前の使命を果たせ。俺には俺の果たさねばならぬ野望がある。私の使命、自分で決めろ。光秀ごと魔王も俺が倒してしまうかもしれんが、その時は文句を言うなよ。ではな。ああ、言ってしまわれた。ずいぶん身勝手なおじさまね。よほど自分の力に自信があるのかしら。放っておけ。あの男の言う通り、わらわたちはわらわたちの使命を果たすだけだ。あのおじさまも味方に引き込めば戦力として期待できると思わない？それこそ必要がない。予言にはあの男の名は出てこなかったのだからな。調律の巫女とわらわたちだけでなすべきだ。あの、聞いてもいいかな。その蘇ろうとしている魔王ってどういうものなの？かつて世界を滅ぼそうとした存在らしい。わあ、やっぱりそういう系の魔王か。そうだよね、そういう話なんだよね、これって。巫女様、どうされたのですか？悪いんだけど、人違いじゃないのかな。私、ただの女子高生だよ。魔王を倒す力なんて持ってないもの。調律の巫女の末裔が未来からやってくるというのが正確な予言だ。どっちでもいいよ。とにかく私は調律のなんとかじゃなくて普通の女子高生なんだってば。女子高生が何かは知らぬが、お主未来から来たのだろう。それはどうやらそうみたい。これがドッキリじゃなければだけど、遥か昔魔王を倒し冥界に封印したのが調律の巫女だと伝えられている。
それが私のご先祖様？多分そういうことね。私たちはあなたを助けるために来たの。そういえばそっちのお主、イオだったか。いいのか、あの男を追うなら今だぞ。いえ、私はお告げの使命に従います。信長様は私がいてもいなくても大丈夫でしょうから、私も調律の巫女様のお供をします。あなた一人には背負わせないわ。安心して。ありがとう。そうだ、自己紹介がまだだったね。私は玉織紬よ。私はイオって言います。織田家に仕える忍びですが、今は巫女様のお供ですね。私は鋼、別の世界から来た忍者よ。私の場合はお告げじゃなくて雇い主から受けた任務だけど。え、別の世界から？そうよ。まあ、私がどこから来たかなんてどうでもいいじゃない。全然どうでもよくないけど。じゃああなたも別の世界から来たの？そうだ。わらわは大春日の小耳岬の早姫という。ご先祖の予言を受け、魔王を倒すためにこの世界に来た。なんて？大春日の小耳岬の早姫だ。長っ！どこまでが名字で、どこからが名前なの？私も覚えられなかったんで、小耳さんって呼ばせてもらうことにしました。わらわの美しくて由緒ある名前を覚えられんとは嘆かわしい。仕方がない、呼びやすいように呼ぶがよい。イオちゃんに鋼さん、それに小耳ちゃんか。よろしくね。ねえ、この階段の先に魔王がいるの？お寺の地下ってちょっと怖いかも。この下は冥界へとつながっている。冥界？さっきも言ってたけど、何なのそれ？お主たち俗習に分かりやすく言えば、地獄のようなものだ。地獄？私たちこれから地獄へ行くの？やっぱり帰っていい？気が進まないのは理解できるわ。でもそういうわけにはいかないの。お姉さんと一緒に行きましょう。きっと楽しいわよ。さすがに騙されないよ。また骸骨の人がたくさんいるのかな。血の池地獄とか見たくないよ。待ってください。何かおかしいです。気をつけてください。おかしいって話なら全部おかしいんだけどね。何？どうしたの？気をつけろって言われても。地震？おま、魔王が蘇ろうとして冥界全体が膨張しているのだ。説明してくれるのは嬉しいんだけど、冷静に分析してる場合じゃないでしょ。この地震かなり大きいみたい。あら、これはちょっとまずいかもしれないわね。地盤が崩れ